日本東京都世田谷区北カラス山北カラス山は東京都世田谷区の地名。現行行政地名は北カラス山1丁目から北カラス山9丁目。南にカスや上祖志ヶ谷、西に宮殿、三鷹市北の北に道志村、杉並区区蔵山、東に道区上高井戸、世田谷区八幡山に接する。南部は甲州街道沿いの集落が起源で、北部は 主に、下記、カラス山寺町が景気である。こうしたことから、北部は、久我山、三鷹を称する施設が散見されるなど、千歳カラス山駅周辺とは異なる特色がある。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、北カラス山7-15-16の,の,の地点で34万4千円、平方メートルとなっている。南北朝時代から見られる地名。 カラスの群生する森があったためか、カラス色とされる黒土が山上に盛り上がった地であったことからと思われる。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北カラス山は寺町が発達している。26の寺院が並ぶ。 1923年の関東大震災の後、下町で焼け出された22の寺院が集団移転したものが始まり、ありがとうございます。